日本の柔術。こんばんは、ドナルドウです。今日は、オイゲン・ヘリゲルチョ、日本の柔術について紹介したいと思います。著者、オイゲン・ヘリゲルは新カント派に属するドイツ人の哲学者ですが、全仏教に興味を持ち、5年間日本に滞在、東北帝国大学で哲学の講義を行っていました。1924年、大正13年5月から1929年、昭和4年5月までの5年間のことです。その間、彼は仕事の傍ら、旧姓阿波建造に師事し、柔術の修行にも勤しみました。その柔術修行の顛末を書き記したのが、今日紹介する日本の柔術です。最初の課題、弓を腕の力で引かないこと。ヘリゲルさんが師匠に課された最初の課題は次のようなものでした。あなたは弓を腕の力で引いてはならない。心で引くこと。つまり、筋肉をすっかり緩めて力を抜いて引くことを学ばなければならない。弓を腕の力ではなく心で引くとは一体どういうことなのでしょう。こんな課題を与えられれば、日本人の私たちでもきっと当惑しないではいられないでしょう。この課題を達成するために、ヘリゲルさんはおよそ1年間も費やしました。1年間という時間が長いのか短いのかは判断がつきませんが、私は正直よくやめなかったものだと思います。何しろ1年経ってもまだ弓を射る練習はしていないわけですから。この課題の答えは本の中に割合はっきりと書かれていますが、私はここにはあえて書かないことにします。このような道の修行において、かつての日本ではさっさと結論を教えて弟子に手抜きをさせるようなことはしませんでした。あっさり答えを教えてしまうと、弟子はすぐにその答えに飛びつき、できるだけその答えに至る最短距離を進もうとします。また、弟子によっては最低限必要な修行さえも怠り、結果だけを聞いて何かわかったかのようなふりをします。修行というのは、その答えだけが大切なのではなく、おおむねは、そこに至る過程も含めて、大切なのです。答えを知っている、ふりをしているだけの人が認められ、指導する立場の資格を与えられたりすると、その道そのものが廃れてしまいます。思えば、柔術に限らず、現代では、いろいろな道が形骸化し、もはや学ぶ価値のないものになり下がっている。そんな気はしませんか？最初の課題、弓を腕の力で引かないこと。この課題の答えが気になる方は、せめて、本だけでも読まれるといいと思います。二つ目の課題。矢を意識的に射ようとしないこと。ヘリゲルさんに課された二つ目の課題、実はこの課題が最後の課題ということになるのですが、それは次のようなものでした。あなたは無心になることを、矢が一人でに離れるまで待っていることを学ばなければならない。これは引き絞った矢を指から放つ時の注意点です。この課題に対しヘリゲルさんは誠気真面目に悩みます。矢を掴んだ指を私が意識して離さなければ、私は永久に矢を掴んだままである。つまり、私は永久に矢を射ることはできないのです。かっこ私が多いよね。その私をまず捨てろと師は説きますが、ヘリゲルさんは
理知的な人であることが災いしてか、一向に要領を得ません。そしてついに、私がいなければ、一体、誰が弓を射るのか。と、死に反発します。それに対し、死は、それ、が、いるのです。と、答え、さらに、誰が弓を射るのかが分かったら、あなたには師匠がいらなくなる。と、言い添えました。死が明かした、弓を射る死体である、それ、の、正体は、結局、この本の中でも明らかにされません。しかし、ヘリゲルさんは以後、さらなる稽古に励み、来日から5年後、死から、弓道五段の免許を、与えられ、母国ドイツに帰国します。それは、ヘリゲルさんが、それ、の正体を、体感できたことの証明なのでした。私の代わりに弓を射る。それ、とは一体何なのか。ヘリゲルさんが、それ、を体感できたとは言っても、彼が、それ、の正体を、誰にでもわかるように説明できるわけではありません。すぐに誰にでもわかるものならば、わざわざ、修行に5年もかける必要は、なく、そもそも、悟り、などと呼ぶべきものでもないのです。しかし、その伝え難いものを、なんとか言葉で伝えようとした、この、日本の弓術、のおかげで、私たちは、我が国に古くから受け継がれてきた、精神の羅針盤のようなものの、存在を、伺い知ることができます。いくらか、それ、の理解に至る手がかりを、抜粋してみましょう。阿波建造氏の言葉。あなたは全然何事も、待っても考えても感じても欲してもいけないのである。術のない術とは、完全に無我となり、我を没することである。あなたが全く無になるということが、一人でに起これば、その時あなたは正しい、生き方ができるようになる。どうも、悟りへの道は、まず、私、を捨て去ることから始まるようです。阿波建造氏の言葉。あなたは無心になろうと努めている。つまりあなたは故意に無心なのである。それではこれ以上進むはずがない。あくまで自然に無とならなければいけないようです。これには時間がかかりそうですから、大抵の人はここで脱落するのでしょうね。ヘリゲルさんの言葉、どのようにして正しい生き方をするのかと問われれば、私は知らないとしか答えることができない。正しく弓を射る時のヘリゲルさんは無なのです。だからどう射るのが正しいのか、射る本人もわからないのです。阿波建造氏の言葉、的が私と一体になるならば、それは私が仏陀と一体になることを意味する。中略。あなたは的を狙わずに自分自身を狙いなさい。するとあなたは、あなた自身と、仏陀と、的とを同時に当てます。もう、この辺になると、頭では全く理解不可能ですね。かっこ笑い、わからなければ、スルーでいいと思います。ヘリゲルさんの言葉。私がいるときに、先生の二つの目が、あるいはそれ以上の目が、
私を見ているかどうかということは頭に入らなかった。のみならず、先生が褒めるかけなすかということでさえも、私に次第に刺激を与えなくなった。実に、いられるということがどんな意味か、私は今こそ知ったのである。いることの意味ではなく、いられることの意味になっているところが、ミソなんでしょうね。前述のあわしも、自分自身も、いなさい、に呼応しています。まとめに変えて。この記事を書いている私自身、あることに、ヘリゲルさんの読みの修行に、似た体感を得ています。そのあることとは、この3年、副業にしているバイクでの、配送作業です。配送中、私は、その仕事についてはほとんど、何も考えず、空っぽの頭に湧いてくる色々な想念と、ただ遊んでいるだけなのですが、仕事の方は、私の体とバイクが、勝手に進めてくれ、今では、全く間違いもありません。そして、一旦この感覚を体感すると、その影響は、本業や、日常生活のいろいろな場面にまで、及び、この原稿もそんなノリで、ほとんど、何も考えず無意識で、書いているという状態になっています。さて、果たして私は悟っているのでしょうか、いないのでしょうか。しかし、大抵、本当の悟りを得た人は、その悟りを私のように、大っぴらに語ったりはあまりしません。なぜなら、悟りとは、修行の成果を自慢するためのものではなく、今までとは違う、全く新しいスタート地点に、立った、ただそのきっかけに過ぎないということを、十分に知っているからです。今ここを生きることが楽しく、未来も喜びに満ちている人が、どうして過去の悟りなどに、こだわるものでしょうか。最後までご視聴、ありがとうございました。